はい、今日は久しぶりに仏教系の宿舎サブチャーですね。その前に、ね、ちょっと関係ない話しますが、あの今、まあ、祭壇に花がいっぱいありますけども、今日ちょっとあの私が個人的にこの黄色いユリとオレンジのバラを買ってきたんですけど、あの最近は前はね私よく買ってきたんだけど、最近はまあ花いっぱいあるんで買ってきてなかったんですが、あの今日はちょっと買ってきたんです。で、なんで買ってきたかというと、まあ、単にあの綺麗な感じで買ってきたんだけど、なんかねあの、なんていうかね、ちょっとこう私を祭壇に連れてってこの花が言ってるような感じだった。私を買って祭壇に連れてって神に供養してくださいって言ってるような感じだったの、ね。うん、でそういう感じがしたんで、まあフラフラとこう買ったわけですあのでまあそれがまあなんていうかな、あのその信憑性はちょっと置いといてあのちょっとこれ題材に考えるとね、あのこの花が例えば私を捧げてくださいと、例えば私に、何か思念を送ってね、私がそれを受け取って買ってきたとして、ね、あのこの花はかつてどっかの園芸場で生まれ園芸場じゃないか、まあいいや花を育てるところで生まれ、そのところのおじさんに育てられ、であの枝を切られ出荷され、あこれ文化堂というスーパーで買ったんです文化堂にあの出荷され、でしばらく置かれたかもしれない、うん、でこれが花の人生ですよね。でこの花の人生は今祭壇に捧げられ、うん、つまりこのためにあったと。もしもう一回言いますよ、この花が本当にあの神に捧げることを願い、その思念を私に送ってたとしたら、うん、彼のまた彼女のその今までの人生、つまりあのここ来るまでは普通の花と同じ人生だったんです、うん、でいっぱいある花の中で、まあ、何の気まぐれかカルマか、その一本二本だけこう買われて神に捧げられました、まあ、もちろんその、このこういうところじゃなくても、みんなの家にこう捧げられる花もいるでしょう。でもそれはもちろん全国の花からいったら一握りですよね、うん、でそのような捧げられる花の喜びっていうか、ね、でもう一回言うけども、その前までの花の人生はまあ普通の花の人生だったわけだけど、でももしこれがあの捧げられるためにあったんだとしたら、それは素晴らしい肯定されるその人生だから、ね、でそのために生まれ育っている。でこれからこの花は当然、毎日水を変えられ、まあ言ってみれば死ぬまで、言ってみればその、全身、つまり花ってそれが全てだから全身全霊を込めてあのただ神に捧げられるだけの人生を送るわけだ、ね、で最後は力尽きて散っていくと。この一つの話としては、これは一つ目の話ね、一つ目の話としては、皆さんももちろんこういう、まああのクリシナ物語に出てくるダッタトレアみたいな、ダッタトレアというのはあの見るもの全てをこう一つの教師と考えて、あのそこから何かを学ぶわけですけども、これもちょっと大々と考えてね、この花のように我々はあのもちろん修行とかヨーガとか仏教とか巡り合う前は、まあそうだな、私ももちろんいろいろみんなの懺悔とかいろいろ聞いてるからね、まあ、相当ひどい人生を送ってたありえないとその辺の人よりひどいんじゃないかって人もいる、まあ、またそうじゃない人もいるけど、そうじゃない人もいるけど、そういう人もいる、うん、でもあの、まあ、それはもちろん根性積んでしまった悪いからもあるんでしょうけども、でもあのそれが神に巡り合い、神の道に巡り合い、ヨガ仏教を巡り合ったことで、それは報われたっていうか、ね、うん、全て私が生まれてここまで育たなきゃいけなかったのはそのためにあったと。でここできっぱりとちゃんと心を入れ替えてね、この花のようにこれからはもう全霊を込めて、うん、まあ、花はもちろん歩いていけないからさ、あの遊びに行けないけど、まあこの花が、だからそういう意味では花は軽まいよね、
もうその捧げることしかできないから、やっぱり花のようにもう前例もう 1% もエゴのためには残さずに全身全霊を神に捧げる供養する人生をこれから送ろうと。そしてそれはもちろん散るまで、もう命尽きてあのボロボロになって最後はみんなから見返誰からも顧みられずゴミ箱に捨てられるまで全力で神にこの身を捧げようというのが一つのこの教訓ですね。そしてもう一回言うけども、この花が全国の中からね、あの本当に選ばれたの少ないのと同じように、もちろんこれカルマなわけですけども、皆さん、まあ、これお釈迦様も口を酸っぱくして言っているように、我々がその人として生まれ、そしてダルマに巡り合い、そしてそれを例えば実際にそれを修行しようという気持ちが起きてね、で実際にその修行の世界に入る確率っていうのはまれなもんだと、でその喜びをいつも随気の瞑想でやっているように、もう心から喜び感謝して一瞬も無駄にしないようにこの身を捧げようと。これはまあ一つの教訓だね。はい、でもう一つ2番目の教訓としては、あの今度はこれはあのさ、現象っていうのはあのいくつもの角度から実際の真理を解けるわけですけども、また全然違う角度から言いますよ。全然違う角度から言うと、実際にはこれはブラフマーナーだとかも言ってますけども、あのまあ花なんてまさにいい例なんだけど、あの人間が育てようが育てまいが、あるいは何をしようがしまいが、この地球で多くの美しい花が育ってる。これってさ、皆さん不思議だと思ったことない？なんで花って美しいんだろうと、誰のためってなるよね。あのまあちょっと一応現代的な頭の固い考えで言うならば、動物がそういうのを、楽しんだりするとは考えられない。硬い頭で言うならね、実際は楽しむかもしれないけど、人間のためで人間にこうなんかあの、まあ、例えばさ、花の蜜が甘いのはさ、こう、虫運んでもらうとか、まあ、いろいろなんかそういう説もあるけど、でもその美しさっていうのは何なんだろうっていう。でこれは一つの答えとしては、我々が心配せずとも不断にというのは耐えることなく神へのライフが続けられていると、自然に花が咲き神に供養され礼拝されると。もちろん花だけではなく、いろんな自然の、まあ、美しいもの、あるいは人間が美しくないと考えるも含めてかもしれないけども、あらゆる形で神への礼拝は続けられる。だからちょっと話がまた角度が変わるけども、そのつまり、選ばれた花だけではなくて、もうそもそも花として生まれた時点で彼らは神への礼拝のために生まれてきた、神にその美しさを捧げるために生まれてきた、でそして死んでいくと。でもね、ここでまたちょっとひねりというか、一つまたエッセンスを加えるけども、例えばその花がですよ、まあ、花に意識があるかどうかちょっとここで置いといて、花に意識があるとして、あのそのように自分の、存在意義や使命をありのままに認識できてたら、これは最高だね。例えば、あ、なんか俺生まれたと目から育ってて、ぐにゃぐにゃとこう大きくなっていく過程で、ああ私の人生は神に捧げられるためだけにあると、早く大きくならないかなと、早く美しいものを神に見ていただきたいと、でバーッと咲くと。で当然その人生の中では雨も降るだろうし、たまに人に踏まれるかもしれない、たまに犬にうんこされるかもしれない何があっても文句はない、ただ私は神に捧げるために生まれ、そしてその私に対して起きる、まあ、例えば誰かが綺麗だって言ってくれたとしても、あるいは逆に誰かが踏まれたとしても、それは全部神の、まあ、愛というかな、神のその意志のもとであって、何の文句もないという、まあ、あのチャイタニアもその樹木をその修行者の、理想として言ってますけど、みんなに果実や花のメリットを与え、自分は踏まれたり雨に降られたり叩かれたりしても何の文句も言わない、これだったらとても素晴らしい。でも仮にですよ、このように例えとして使われるような素晴らしい花の人生がですよ、仮に縁を持ったらどうですか、どうなりますか。縁を持ったらこれ最悪ですよ。さっきも言ったように、俺は綺麗だ見ろ神に捧げるように考えてない、
誰かここ通れと見て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 、今日こんな綺麗だよ、今日見ないと明日はもうちょっと綺麗じゃなくなっちゃう、早く見ろ早く見ろで、隣の人とかこう隣の反応とか見てね、あいつダメだな何あのおしべとかしてこれの方がすごいけどで、さっき言ったみたいに、例えば雨が降られたら文句言うし、人が踏んだらもちろん文句言うし、犬にうんこされようもんなら俺の人生終わったとなってなんで俺だけがこんな不幸な目に雨かけないんだこれがエゴの肌、うん、だからここにおいて全くその現象は変わってない、ただ意識の問題、ここに鼻に意識があって、その意識がエゴというその自分の観念から来る自我意識に凝り固まってたらこれが起きるとね、はい、これが2番目の教訓、もう皆さん分かったと思う、これは今ねちょうど読んだビベカナンダの話にも同じような話に載ってましたが、もともと我々は、なんだっけ、まあ、例えば、まあ、この1番目の指紋、2番目の指紋同じような意味ですけども、まあ、例えば2番目ので言うとね、あなたがこれは全て遊びであって自分はその遊びを助けているのだということを忘れた時だけ、その時だけ不幸や悲しみをやっています、まずこれも同じ発想だね、もともとこれはその世は神と我々は遊んでるだけの、まあ、つまり我々がそういう意味の供養されるんですね、この人生を神によって作り出され、そして、神の遊び相手として神に全てを供養させていただいているっていうことがこの話になるんですよ、全員そうなんです、修行してても修行してなくてもこの、 自然界の花や木々と同じように我々人間という存在もただ神の遊び相手として供養されている完璧な、まあそんな意味で完璧なんだ、完璧なる供物です、それを忘れた時だけ、忘れたというにさっき言ったように忘れるっていうよりは、自分で作り出した自我意識、俺は俺だこの意識に凝り固まった時だけ苦悩がやった、で非常に限定的なつまらない喜びをやってくる、まあ、言ってみればその本来的な純粋な再現のない神との遊びの無限の喜びを捨てて非常につまらない勝手に作り出した喜びっぽいものを取りそれと必ずセットである大いなる苦しみで一人で苦しんでる、これが我々なんだね、だから非常に例えば神々から見たらバカに見る我々は、あんな神との遊び相手で素晴らしい神の最高の、ねえ遊び相手として人生を片付けてもらってるのに勝手に自分で苦楽を作り出し文句ばっかり言ってる人間どもはバカだなとね神々は見てるかもしれない、だからこれも一つの教訓だね、だから今日はちょうど、まあ、偶然ですけどビベカナンダの詩ともとてもリンクしてたわけだけど、まあ、例えばこの1番目の詩もとてもいい詩でね、ですね、例えば、何一つ自分にとっては悪いことは起こらないという確信、すなわちアプラーティクリアって書いてあるけども、まずはこういう感じになるんだね、完全に明け渡せてたらね、明け渡せてるの信じてたんですね、まあ、信じるっていうのは何ていうかな、表面的な能動的な信ではなくてこういつも内側から湧き上がってくるような無条件の信なんだね、こうだからこうだからじゃあ信じましょうってこれじゃないよ、もともと我々の中にある純粋な信です、これに身を任せることができたら、これをね、この、身を任せられないようにカバーしてしまうのがまさにエゴなんだけども、そのエゴから、エゴってだからもうとんでもないですよ、だって我々に恐怖と恐怖と苦悩と神を見えなくなる無知となんか悪いもしか与えないんだけど、なぜか我々はそれにしがみついてるから、その内側のその無条件の心みたいなのがなかなか育たない、そのエゴの壁を壊して無条件の心をガーって出てこさせると、まさにさっき言ったようにもう投げ出した明け渡した、まさに花が雨に降られようが人に踏まれようが全て神の愛として喜びを自分のその観念でその人生の良し悪しを規定しない、だからじゃあ修行者と修行者のじゃない人の違いは何なのかというと、まあ、つまり全員がほとんど全人類がエゴで凝り固まっているので、みんな実は完璧であり神の遊び相手なんですよってことは変わらないんですけども、全員が錯覚してるので、まずはその良い縁によって、ね、
その作家から目覚めるための、まあ、パスポートをもらった人たちという、まあ、それは皆さんだと言って皆さんがまずはそのパスポートによってまずは自分がそれに気づき生来的な神の道具としてのあるいは神の遊び相手としての喜びを取り戻し、まあ、それをまあ今日のテーマである菩薩行の話ですけど今日は菩薩行によって、まあ、みんなに振りまくそう考えてます。はい、じゃあちょっと、これはここまでにして、本部に入りましょう。今日は久しぶりのチクシャーサムチャーね。はい、チクシャーサムチャーの133ページですね、小さいのが。小さいのしかないんだけど。はい。133ページのエコーのところね、エコーのところ真ん中あたりの。また、どこだまた次の願うべしかな。はい、また次の願うべしからね。はい、もう一回簡単にだけ言うと、このシクシャーサムチャーという本は、まあ、非常に貴重な本です。これはね、もう一回言うと、そのシャンティデーバ、ニューボダイギョロのシャンティデーバね。久しぶりなんでちょっと繰り返して言いますけども、私はそうですね、仏教の本ってさ、いっぱいありますよね。で、日本ではよく般若心経が流行るけど、般若心経だけじゃなくて、例えばいろんな仏教の論書や経典が、まあ、テーマとして、まあ、本屋に行くといろいろ本が出てる。で、もちろんそれは、いろんなインド、チベット、中国、日本の、まあ、それぞれの、その時代の、修行者や学者が書いた本で、いいものもいっぱいあるわけだけど。で、ただ私の、まあ、思うところとしては、ね、やっぱり一番その仏教経典類で素晴らしいのはシャンティデーヴァ。シャンティデーヴァの書いたものとはやっぱりとても素晴らしい。でそのシャンティデーヴァの代表作がニューボダイ行論ですね。でそのニューボダイ行論はシャンティデーヴァが、まあ、書き下ろしって感じで書いたやつですけども、そうじゃなくてこのシクシャーサムチャ、これは、あえてそのもともとあるいろんな経典の抜粋という感じでそれをまとめる形でシャンティデーヴァが自分の、まあ、考えるところの菩薩行というものをまとめた本だね。これがこのシクシャーサムチャになります。このシャンティデーヴァというのはもう一回言うけども非常に素晴らしい。非常に素晴らしいってもちろん内容ももちろん高度で芯をついてるんだけど、それだけではなくていつも言うようにその表現が素晴らしいんだね。非常に美しくかつ、まあ、実際的です。実践的っていうかね、ただその、高い哲学的なことをああだこうだ言ってるんじゃなくて本当に我々が、それを身につけそして実践しためになりで実際に我々がその心を、神髄に向けてアップさせていけるような解き方をする。シャンティデーヴァの二菩提行論そしてシクシャーサムチャで、もう一つこの間勉強会も終わりましたけどスートラサムチャ、これサンティデーヴァの三部作ですが、これは非常に素晴らしい。ただまあ皆さんも、まあ、多分ほとんどの人はカイラスの車でシャンティデーヴァ知らなかったでしょう。だから非常にこれもったいないんだね。もったいないっていうのはその、仏教界の宝みたいなものだ。ほとんどの人が知らない。ほとんどの人がその名前すら知らないと思う、まあ、最近やっとねいくつかの出版社からこのシャンティデーヴァの本が出るようになったけども、でも前も言ってるけどそのちょっとねあまり良くないです。まあ、私が読んだ限りではたまに私の書とかあと本文とかがたまにこう出ててで、ただ読んでみるとちょっとやっぱ的を外してる。古いやつでは何度も言ってるような金倉博士っていう人が訳した、まあ、ここにも何冊かありますけども訳がとてもいいんですけど、ただそれはちょっともう絶版で、あと訳が古いので、ちゃんと現代的に読みにくいってとかって、うん、だからカイラスが一番いいね、現代ではね。うん、でも、シクシャーサムチャーとスートラサムチャーも、一応まあ、ちょっと難しい形で書いたのは出てるんですけども、分かりやすい日本語で書いたのもここでしか出てないんで、まあ逆にちょっと非常にもったいない感じですよね。うん、カイラスもっとお金があったら、自費出版でもして世界中日本中にばらまきたい感じがするけど、まあでもそれもカルマですからね、
縁ですからちょっともったいない気がするけど、だからその皆さんはぜひその、まあただの多くのある本の一つって考えるんじゃなくて、まあ、非常に我々にとってメリットの大きい、作品と思ってこの、まあ、それがまとめられたようなこの菩提道の真髄、菩薩道の真髄ですけども、しっかり読んでほしいですね。はい、でその宿舎サムッチャの第1章の伏せの終わりの方のエコーというところの続きですね。はい、これもちょっとベーシックなことを言うと、第1章伏せというところがずっと続いてきてるんですが、でこの伏せっていうのはもちろん単純によくあるそのお寺にお金を伏せしましたとかそれだけではないよ。まあ言ってみればこの伏せっていうのは愛、つまり慈愛と言い換えてもいい。まあ守護霊心の仏教の守護霊心の最初の2つ、つまり慈愛と慈悲ね、まあマイトリーとカルナーと言いますが、でこれはこれもあんまり実際にはそんなに突っ込まれて解かれてないんだけど、言い方を変えると慈愛っていうのは伏せなんだね。慈愛は伏せだって何を言ってるのかというと幸せを与える、これが慈愛。まあ、つまりちょっと簡単に言うよ、これは あくまでも例え話だけども、私が持ってる愛、あごめん、幸福、幸せというボールがあります。苦しみというボールがあります。で我々のエゴの働きは、これはねちょっとあまり長くなるんで突っ込まないけども、結論だけ言うよ。エゴの働きは苦しみのボール誰かもらってくれと、あげるよと、ある時は押し付け、ある時は騙し、騙してんだよ、ゆうすけくんちょっといいボールがあるんだけどある時は力関係がある時はもう完全に押し付け、あれお前もらえと、ね、苦しみをそのなんとかして減らして相手に与えようとする。で逆に幸福は絶対渡さないと、それどころか相手と奪うと、これも強引か騙してか別にして奪うと、これがエゴの働きです。でこの仏教でいうその慈悲慈愛っていうのはそれ逆をやってるわけですね。幸福はみんなあげますと、これはもうよく柔らかい言葉でさ幸せを分かち与えるとか言うけども、分かち与えるでもないんですよ、完全に交換です、うん、あなたの苦しみと私の幸せ交換しませんか、この世界です。シャンティ・デーバーが言うとこの自他等間です。でもねこれ入門大行でしっかり読んでる人分かると思うけど、自分と他者を速やかに救おうと願うものは自他等間という最高の秘密を実践せよって言ってるね。でこれは初期の頃とか特に何度も何度も私勉強会で言ったけども、これは本当に最高の秘密なんです。私も何度も言ってるけど、修行して十数年して修行ってヨーガとか仏教の修行をいっぱいやって、やっと気づいた秘密なんだ。でこれはよく仏教的な言い方をすると公然の秘密です。公然の秘密っていうのは何ていうかな、密教みたいにさ教え自体が秘密にされてるわけじゃないのね。シャンティ・デーバのように、あるいは私もよく言うように、言葉としては普通に言われている。でも実際皆さんがというかほとんどの人がその本当の意味に気づけてない、これは公然の秘密ってやつですもう一回言うよ、自他等間、つまり自分を他人のように考え、他人を自分のように考え、つまり結論としてさっきの逆だね、さあできるだけ喜びはこの私と呼ばれる中から去っていけと、でみんなに行けと、で苦しみは他の人の他人のと呼ばれるものの中にちょっとでもあるのは許せない、全部こっちに来いこれを皆さんが本気で思えたら、あるいは思う努力をしたら、まあこれはちょっと打算的になっちゃうけど一応言うと、ものすごく皆さんは速やかに幸福になる、でもちろん皆さんの関係のあるみんなも幸福になるっていう秘密があるんですこれはだから公然の秘密です。もう一回言う、なぜこれが公然の秘密かっていうと、これは今私が言葉して今言ったとしても、これは皆さん聞いたとしても、あるいは例えばこれを後にアメリカチャンネルで多くの人が聞いたとしても、多分ほとんどの人やりません、うん、だから公然の秘密なんだ。こんな素晴らしい宝、例えばさ知ってる人から見たら本当にバカみたいなもんです。バカみたいなもんっていうのはそうだな、まあ、ちょっと現世的な世俗的な例えで言うとね、そうだな、
次の宝くじの1億円当たるナンバーはこれこれですって書いてあったんですよね。で書いてあるんです黒板からみんな見てるんです。でもなんか信じてないというか心から、うん、先生が例えば書いてあるんですよ。先生が生徒たちによし今日のお知らせとか言って今度はこれをこの番号で6億円当たるぞみんなあはは先生すごいねみたいな心の中では信じてない、うん、でそれを知ってる人が見たら非常にもったいない。あれ本当なのになって、うん、なんでみんな信じないんだろう。皆さんはちょっとえっと思うかもしれない。なぜかというと皆さんは一応今は教えに信を持ち教えを信じてるはずだよね。でも信じてないんです皆さんは。そんだけ潜在意識はまだあのエゴのなんていうかね、今まで修正にもう埋没してる。だってこんな話さ、私が例えば、いや自分と他人を交換しなさいと、自分よりも他者をの幸福を願えば幸せになりますよっていうのはずっと言ってる。あるいはもう古から何百年も前からいろんな大乗仏教の菩薩たちがいっぱい言ってるわけです。でもみんなやってないでしょ、うん、仏教の道に足を踏み入れた人はたくさんいるが、そんな実践をした人はほとんどいない。表面的にはやるけどね、心からそれに全勢力を傾けた人って、ね、本当に一握りしかいない。なら公然の秘密なんだ。でもまあ一握りしかいなくてもひたすら菩薩たちはそれを解くんです。いつかはみんなやってくれると。だから伏せの教え、慈愛の教えっていうのはまず第一に重要なものとしてあるの、ね、でこの逆が今言った、慈悲、カルナ、憐れみの教え。これはそうだな、前は私あの菩薩なんだっけ、菩薩のあのひろこさんが好きな教えなんだっけ、菩薩の菩薩の道か、菩薩の道で書いたけども、これはちょっと私の独特の理論なんだけど、あの、まあ、六波羅蜜でいうとね、あの伏せと慈愛はリンクする、うん、で慈悲とニンニクがリンクするの、ニンニクね、慈悲とニンニク。で慈悲ってのはつまりもう一回言うとエゴの逆に、あの伏せとか慈愛は幸せみんなにもらってくれ、で慈悲とかっていうのは、逆に苦しみこっちに来いと、この働きね。で当然これは悟ってたら別ですけども、途中段階では当然ニンニクが必要ですよ、ね、こちら側にもし苦しみを受け入れる、もしくは、他人のためだったら私はどんな苦しみも構わないという覚悟ができてなかったらやっぱりちょっと苦しい。だからまず覚悟が必要なの、私は他人の苦しみを喜んで受け入れましょうと。だからニンニクって何度も言うけども、なんていうかな、単に受動的に、あ、なんか来たと、あ、来た、耐えなきゃ、でも早く去って、これじゃないんです。もっと堂々としてるんだね。さあどんどん来いと、うん、まだ足りないぞと、私が苦しむことでみんなが楽になるんだったら全然構わないと。例えばリアルに言うとね、すごい性格の悪いイライラした男がいて、その人が会うたびに嫌味言ってくるとする。でこれを喜ばないといけない。だって、まあ、これはレベルは低いけども、この人は嫌味を言うことですっきりしてるわけだ、うん、これ喜びだよね。もちろんさ、もっと修行の軽もがあったら教えを与えてあげて修行させるってもいいけども、それがない場合、この男はガーって苦しみを嫌味という形で私に与えてくれてる、菩薩として喜びだと、うん、もっともっと言ってくれて、ああ窓に見られるかもしれないけどねああまだ足りないと、うん、そんなんでいいんですかと、いやもっともっと言っていいですよ、まあ発想としてね、心内側の発想としてこういう発想を常に持ってるんだけど、だから慈悲を、なんかよく言葉で慈悲慈悲って言うけども本当の意味で慈悲をやろうと思ったら相当強い心なわけ、うん、相当なんていうかな、受け入れ体制ができてるわけで、でもちろんまだ最初のうちはそれはできないから、よって積極的にニンニクをするんだね、まあ、シャンティーデーバも例えば蚊に刺されたりね、アブとか暑さとか寒さとか、まあ、ちょっとした日常のいろんな苦痛が、それは良い機会じゃないかと、うん、より大きな菩薩はより大きな苦しみを耐えなきゃいけないんだから、でまずはそういった小さな苦しみに耐えられる自分を作るための良い機会じゃないかと。なんでお前はそれをね、無用なもの、あれ邪魔なものして無視するんだと。ちょっとだから人間ってさ、人間っていうか修行者ってさ、そういうなんていうか
矛盾があるのね。例えば俺はどんな苦しみでもこれから来たら耐えてみるぜみたいに言ってるのに、ああ蚊が来たとかね、雨が来たとか、暑いんですけどとか、いやちょっと俺は菩薩のこれからの苦悩には耐えるけどちょっと暑いだなとか全然ダメだろと。だからまず小さな苦しみなんていうのは、あるいは日常のね、例えばちょっと誰が何か言われちゃったとかさ、ちょっとあの人の、態度気に食わないとかね、もうダメですそんなね。例えば理想としてね、これから例えば地獄に落ちても、私もね実はそうだった、前も言ったけども、特に若い頃ね、やっぱりその菩薩のこうなんていう教え燃えてね、俺は、まあ、そういう菩薩の話とかにこう憧れてさ、来世地獄に落ちてもいいと、地獄落ちてみんなの身代わりになるんだと、そういうことをこう考えてたりしたわけだけど、でも日常でいろんなことでもうイライラしたりしたけど、ね、それでいろんなことであるいはそのこう苦しみから逃げたりして、だから話にならないよね。でもなんかこう実態のない理想は高かったりして、だからこれはダメなんです。だから身近なことから苦しみに耐え、まあ、苦しみに耐えるというよりはみんなの幸福を願い、で自分は別にみんなの幸福の踏み台になってもいいという気持ちで修行する、で苦しみっていうものを受け入れる、またはさっき言ったような、全ては神の愛だっていうその悟りに近づくために、苦しみを苦しんで見ないと、でそのようなその実践的修行の、課題として、神が我々の周りにいろんな不満や苦痛の種を与えてくれてるんだと考えるんだね。でその考えて、まあ、堂々と耐える、もう一回言うよ、いやいや耐えるんだ、いやいや耐えるとニンニクじゃないから、まあ、もちろん段階的にはいいんだけど、最初はそれでいいんだけど、それでよしと思ってダメですよ。いやいや耐える、うわ早く行って早く行って早く行ってとか言ってバッと去ったら、ニンニクしたってこれはちょっと違うからねまあでも耐えきったらいいけど、なんていうかな、堂々と気高く、さあ神の子だれ私に苦しみなんて何も及ぼせません、私の心を変えられるわけがないでしょう、そのようなその気高い気持ちで耐えなきゃ、でもう一回言うけども、その菩薩行の場合はさらにそこから一歩進んで、みんなの苦しみが耐えられないんだと、だからこのエゴというね、私というエゴなんて実体がないから、だからこっちにも皆さん来てくださいと、皆さんはというかほとんどの人はエゴという幻影で苦しんでいる、で私は修行者だからエゴという幻影をまあ完全ではないけど今壊そうとする、だからこっちに入りますよと、私苦しみが来ても別に何ともないですよと、だからどんどん来てくださいっていうような、まあある意味痩せ我慢なんですよ半分ね。なんで痩せ我慢かっていうと、もちろん実際にはまだエゴ壊れてないから、壊れてないんだけども痩せ我慢しつつ、まあ苦しみを受け入れるというかね、これはとても大事だね。はい、でそのちょっと話がまた長くなっちゃったけど、その発想で行くならばですよ、その発想で行くならば、愛とか哀れみとか、そして不正とかいう言葉も非常に重層的で広い意味合いが持たれるんですね。でこの不正っていうパートで、このシャンティデバもいろんな経典から引用してバーっていろんなことを書いてるわけですけども、その最後に今エコーという章というかな、エコーというパートが来てるわけですが、このエコーももちろん一つの愛の表れです。でこの、もう一回言うと、不正っていうパートの中でいろんなタイプの愛があるわけです。じゃあエコーって何なんだって言った場合ね、エコーっていうのはまず我々のまずね、我々には行動原理っていうのがあります。行動原理、この行動原理っていうのは言い方を変えると何のためにやってんのかってことです。何のために、つまりどこに帰結するのか、何を言いたいのかというと、我々は普段例えば普通に無意識に何かやったり、あるいは自分の欲求のためにやったり、あるいは逆に人のために何かやったりするよね。でもそれは全部表面の話であって、本当は何のためにやってるのって話、この本当だったらつまり潜在意識を使います。潜在意識は本当は何考えてるの、答えを言うと、普通全部エゴです、つまり煩悩です。もっと言うならば、錯覚から来る自分の欲求というかな、
みたいな、こうそもそもぐーっと奥にある。でこれを非常にこういくつもの重層的な表層意識のごまかしでこうあのもう自分でわけわかんなくなるぐらいにこう覆いかぶせて我々の今の意識がある。だから自分でもちょっと気づいてません。自分でも気づいてないぐらいに、いろんなことで日々やるわけだけど、もう一回言うとあのもちろん、まあ、もろエゴのこともあるけども、じゃなくて人に親切にするとかいうこともあるよね。でも全部実はエゴです。だからダメだって言ってるんじゃないよ。最初だから形からでも人への愛、親切から入んなきゃいけないから、あのそれはいいんですけども、でもあの正体で言うと全部エゴです。皆さんが人のためと思ってることも全部エゴです。ある段階まで。でこれが行動原理ってやつだ。でこれをまず無理やりでもいいから変えましょうと。これがエコーです。何を言ってるのかというと、エコーっていうのは分かるよね。あの私の積んだ修行や功徳が全部みんなの幸せやみんなの悟りに行きますように。これもさっきの不正と同じで、あの分け与えでもあります。全部行けって言います。全部オール、つまり俺はいらないと。俺は今日一日働いたけど給料全くいりませんと。みんな言ってください。こういう感じだね。あの半分とかで全部行きなさいと。でもう一回言うと、これはあの結果を言ってるんじゃなくて、因を言ってます。因、つまり何のためにやってんのっていうことを最初から規定してしまうんだ。私は修行します、あるいは徳を積みます、あるいは日々生きています、全部修行のためにやります。このような、なんていうかな、あのもう一回言うと、最初の全部実は俺エゴのためにやってんだっていうこの、潜在意識のこのベクトルをもうひたすらこのエコーの思想によって逆転させようとする。だからその大体その、大乗仏教の教えってそうなんだけど、実際にそうなるかどうかはちょっとまた別問題です。それはまあどうでもいい話というか、だからまず心からそれを思えるかどうかっていう問題なんです。私はもう一回言うけども、まあ、ナーガルデナの素晴らしい言葉で、私は全ては他のためにあるって言葉あるけど、まずはそういうこと。私は全て、つまりもう一回言うと、実際の修行、そして功徳、そしてそれだけではない、この日々の全ての人生は他者、つまり修行の幸せのためにあるって。あの、もう一回言うと、さっき言ったように、バクティヨガにおいては、私の人生は神のためにあるっていうわけでね。で、もちろんこれは実際同じです。あの、バクティの教えでも、いわゆる世界は、ただ思考者のお体が過ぎないと考えます。それその修行というのは実は思考者の一部に過ぎない。だから思考者は、あ、だから修行はに対してその敬意を払い、あの修行の幸せのために生きなきゃいけないとバクティっていうわけだけど、ただまあバクティは そう言ってもどちらかというとあの神の方にグッと目が向いてる。で菩薩行の方はその修行の方にこう目が向いてるわけ。どっちも必要です。まあ、だからカイラスのそのまあそういう意味では二大柱ですよね。菩薩行とバクティヨガ、これはどっちも必要です。でもう一回話を戻すけども、その菩薩行で言うならば、自分が行う全ての行為がいかにみんなの幸せにつながるだろうか、それが私の行動の因なんだと。行動の因って分かるよね。もうちょっとじゃあちょっとだけ突っ込むよ。ちょっとだけ突っ込むと、あのそうだな、これってね、例えば皆さんが追い込まれた時によく分かるんだね。追い込まれた時に分かるっていうのは、あの平和な時ってさ、結構人のために生きてるような感じです。で皆さんのエゴがこうガーッと押されて追い込まれてくると苦悩が生じ、あのなんていうかな、エゴが出てきて、つまりもともとそうだったんです。もともとエゴのために生きてて、エゴがその定着されないからみんなのためとか なってただけだ。実際そうじゃなかった。あの前もいくつかこういう例え話言ったよね。例えば、なんだっけ、あのまあつまりエゴっていうのはさ、ちょっと具体的に例えは言わないけども、あのいろんな作戦で、つまり我々は何度も生まれ変わってきて、ストレートにエゴ出してもかなわないって学習してるから、いろんな作戦でうにゃうにゃうにゃしても、もう入り組みすぎてる作戦で最終的にエゴを叶えようとするんです。だから表面は全然違ったりするんです。例えばゆうすけ君があるものを叶えたい、あるものを欲しい場合ね、それストレートに表現しても叶わない。もういろんな遠くから攻める。で最終的にその欲しい、それはものか、あの概念か分かんないけど、
それが自分に来るような、まあ、計画のもとに生きるんです。これ本当に巧妙なんです。どんなバカな人でも、バカって頭はバカな人でも、あの自然にその精神が、あのその計画をするんです。あのこの計画が上手い人と下手な人もいます。よく見てるとこれは、ね、頭の良さと関係ないんだね、うん、まあ、いわゆるヨーヨーがいいってはちょっと似てるけど、あのなんか上手くやっちゃうみたいな。うまくその現世的な意味ではこう幸せをとか望みを叶えてしまう人、ね、うん、じゃなくてそのそれは下手な人もいるね、うん、ちょっとかわいそうだね。かわいそうっていうかそのあのどっちにしろかわいそうですあのエゴに翻弄されてってもかわいそうだし、翻弄されてるのにあの別に幸せじゃないというかどっちもかわいそうな感じもするけど、まああと徳とかももちろん関係あるけどね、まあ、それは置いといて、そうじゃなくてそれ180度変えて、私の行動は全部みんなの幸せのためにあるんだ。でこれをね、あの普段から考えるといいです。でこれは発願とエコどっちにもあの、通じるけども、あのさあ、 あのいわゆる仏教でいうと心喰いね、心喰い、つまり体の動きと言葉と心、私の行動と言葉と心の働きはみんなのためになってるだろうか、みんなに幸せになるためになるだろうか、これを燃焼する、燃焼する、つまり一瞬もそこから外れないように、まあ、逆に言うと自分の幸せを考えない、私は自分のこと考えてないかな、考えてないかな、あれ他人のことじゃなくて自分のこと考えてないんじゃないかなっていうのを自分のことをチェックし続ける。これを皆さんが、これね、私ね勉強会何回かやったことあるけど、これを皆さんが一生懸命、そうですね、ちょっと長いと思うかもしれないけど、一生懸命1年でも続けたら大成長になってます。多分それだけでも、1年でもいける、1年でも、つまりまあできる範囲でだけども、24時間気づいた時には私はエゴのことを考えてるんじゃないかな。もちろん神でもいいですよ。あの神とか主上の、つまりその神に供養するっていう意識と、それから自分の行動が具体的に主上のためになってるだろうか、あるいは主上のことを考えて行動したり試作したり言葉を発してるだろうか、その裏側にエゴがないかな。実は私はみんなのためにこういうことを言ってるけど、実は自分のエゴを満足させようとしてるんじゃないかなとか、そういうのをチェックしながら生きる。これを1年でも続けたら大成長です。これもまあ公然の秘密だね。なんで公然の秘密かっていうと、1週間後にはみんな忘れてるのか、アメリカチャンネルで思い出すかもしれない。でまた忘れる、うん、これがだから我々のバカなところだよね。でもこれがあのエコーの根本的発想なんだね。でこれができたら、さっきのシャンティデーバの公然の秘密と合わせて言うと、あのその人に苦悩はありません。変な話ね、あのエゴの幸せを願ってると苦悩でいっぱいになります。だからまあこれはバロメーターと考えたり、日々自分にもし苦しみが生じるとしたら、あるいは不満や怒りが生じるとしたら、ああ私は菩薩としてまだまだ、私は何だかないってまだ自分のために生きてると、自分のことしか考えてないと、だから苦しみでいっぱいなんだと。で私が本当に菩薩であって、まあ100% とは言えなくても、みんなの幸せやあるいは神の意志というものを考えて生きてたら、まずね、苦悩はないんです。だからちょっとトリックになるわけだけど、菩薩というのはよく言うようにみんなが苦悩を背負うとか言ってるけども、実際には菩薩って苦悩ないんです。例えば菩薩が仮にね、地獄の住人を救うぞって言って地獄を落ちたとしても、まあ本当の菩薩だったらね、彼には苦悩はあります。そのエゴのことを考えてなかった、エゴのことを考えずにただみんなの幸せだけを考えて、行動しているとしたら苦悩も文句もない、うん、だからもちろんみんなその途中段階だからしょうがないんですよ。例えばね、菩薩行といってるその修行者の人々の中には当然、なんていうかな、ある時には不満が生じたり怒りが生じたりね、うん、何だろう、虫シャン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 、神々がやってきたはい、ちょっと話を戻すと修行者の中にもそういったなんていうかね、エゴによる苦しみをお互いに味わったりするでしょ。
まあ一般もそうですよね。一般例えばボランティアとかやってる人でもいろんなそのいさかいがあったり、あるいはその仏教徒の中でもなんかまあ、仏教徒は議論好きだからね。仏教徒同士で喧嘩してたりとか、どこが菩薩教だったって感じだけども、まあそれはしょうがないではしょうがない。段階的には。でもそれがそれでいいと思っちゃダメなの。今は私はまだまだだから菩薩とか言いながら、あれバクタとか言いながら人を批判しちゃったり、人の態度に苦しみが出たり、怒りが出たりするけども、これじゃダメなんだと。これはバロメーターとしてなってないと。私が本当にエコーの発想、あるいは愛や不正の発想があったならば、まず苦しみが生じないはずなんだ。なんでかというと、もう一回、行動原理がこっちにないから。もともとの行動原理がみんなのためにって生きてるから、この場合もう一回言うと、システム上生じないと苦しみがシステムとしてこっちに行動原理があって、こっちにエゴを叶えてほしいって気持ちがあるから、実際にはエゴのズレがある現象で苦しみを生じているだけだ。それが菩薩型、つまりエコー型の発想だったならば、苦しみ自体は生じないはず。あるいはさっき言ったように、この世は神のお遊びであると、私もその遊び相手であり供物なんだって考えができてたら、もちろんこれも生じない。今日もちょっと今日ミクシーにあげた、まあこれはビベカナンダの言葉ですけど、ビベカナンダだけじゃなくて一般によくヒンドゥー教であげられる言葉で、ラーマがいるところにエゴはある。エゴがここでラーマっていうのはラーマだけじゃなくて、まあ、いわゆる神っていう一般名詞だと思う。ラーマがいるところにエゴはある。エゴがいるところにラーマはいない。この2つは共存できない。つまり我々の心が神、思考なるものでいっぱいだったら、まあだからこれはじゃあもうちょっと私が突っ込んでるよ。ラーマがいるところに苦しみはない。苦しみがあるところにラーマはいる。それ苦しみイコールエゴのその裏側だから。だから我々がもう一回言うけども、心に苦しみが生じる。あるいは、不満が生じる。あるいは誰かへの良くない思いが生じる。この時私は、神から離れて、あるいは菩薩、菩提心やエコーや愛の心から離れてるんだと。これは情けないことだ。誰のせいでもない。私の心がただ情けないだけだと。よってこれは早急に、それに気づいた瞬間、気づかないときはしょうがない。気づかないとき、もう没頭してるとき気づかないときがあると。もん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 と、あいつめあいつめとかね。苦しい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 。でもちょっと気づいたら、あれなんかおかしくねこんなのおかしいんじゃないって気づいたら、パッて変えなきゃいけない。自分で自分をね。変えられます、これは。よくは、心が甘い人は変えられないとか言うんだけど、絶対そんなことありません。変えられます。意志力で。意志力で、あるいは皆さんはそれだけの得があるわけだから、自分を信じて変えられるんだ。なんでかっていうと、どっちかって言っても変だけど、本来は皆さんは菩薩とかバクタの方が本当だから。本来は皆さんはバクタであって菩薩なんです。その上に今の皆さんのエゴが乗っかってるだけだ。だからそれを逆転して考えちゃダメですよ。つまり、性アクセスでダメってことです。俺はもともと汚れてるって言っちゃったらダメです。ラーマクシナのとこもよく言ってるけども、俺は汚れてる、汚れてるって言ってる人は本当に汚れちゃうんです、もちろん今我々は汚れてる。でもこれは乗っかってるもんなんだと。本当は我々は気高い菩薩であり、気高いバクタなんだと。このまず自信を持ち、その上ででも現実的にはちょっと今汚れに乗っかってるから、これは直視しちゃったね。これはごまかしたんだけど、これをごまかして、汚れねえぜとか言ったら、全然掃除できないから、俺は実は偉大な菩薩なりバクタなんだけども、今根性を作っちゃって汚れがいろいろ乗っかっちゃってると。だからこれを掃除する努力はしなきゃいけない。でも、本来は我々は、こんなもんじゃないんだという、その自信を持ってね。自信であり、同時に責任だね、いつもよ。我々はしなくてどうするの、だから私のその修行っていうのはいつも言うように、みんなのためにあるんだと。人一倍頑張んなきゃいけないと。この発想を持たなきゃいけない。はい。で、エコーっていうのは、今言ったように、その自分の積んだ徳、あるいは自分の修行、あるいは、人生のすべての、そのすべてを、神に捧げると同時に、すべての苦しめる衆生の幸福や悟りのために捧げますと。いりません。つまりその前も言った、私
瞑想法として言ったけどさ、契約書を書いたようなもんね。契約書ね。この中で知らない、聞いたことない人もいると思うから、もう一回言いますね。これは私が昔、若い時に編み出した修行法です。私が編み出した修行法で、これはとても効果があるんで、やりたい人はやってください。それは瞑想、感想でね、心の中で契約書を作るんです。契約書ね。本部、イメージで契約書を作る。その契約書の内容っていうのは、まあ、細かいのは皆さん考えていいんですけど、大体のことを言うと、私、何々は、これから、私が積んだ徳の果報、つまり私が成した良いカルマの果報を全くいりません。それは他者、全ての衆生の幸福や悟りのために全部使ってます。全部ですよ。100% 使ってます。で、みんなが積んだ、つまり世界中、宇宙中のみんなが積んでしまった悪業の果報である苦しみ、この果報は全部私が引き受けますと。この契約ね。私が積んだ徳全部他者にあげます。他者が積んだ悪業全部もらいます。ということを書くんです。書いて最後に署名するんです。瞑想で。これすごいいい瞑想です。最初ペンが止まります。最初うーっと瞑想して署名するときになんか本当だったらどうしようと思ってペンが止まるんだけど、いやそれでいいんだと。私の人生はもうそう決まったんだと。私の人生はそこに投げられてたんだと。こんな素晴らしいことはないと。主の恩寵によって私は菩薩の道を歩かせていただけることになったと。これが菩薩の覚悟であり決意だと思ってちゃんとこう証明する。でこの発想がやっぱり大事なんです。でこれをすると我々の心でぐーっと広がります。でさっきも言ったようにちょっと打算的になっちゃうけども、非常に幸せになります。だからぜひ思い切ってこの発想してほしい。でエコーっていうのはさ、今言ったように実際には全ての衆生っていうのはこう対象になるんだけど、何回かここでも言ってるように実際にはもちろん身近なものから始めるというのね。もちろんベーシックには全ての衆生なんですけども、イメージする対象はさ、やっぱり具体的な方が心こもりやすいよね。だからそうだな、なんか愛着してる人、もしくはもう死んじゃった人とかでもいいけども、愛着してる人とか愛着してた人がいる場合は、それを一つの衆生を全ての衆生をプラスして具体的にその対象にしたり、例えば例を挙げるとさ、まあ実際この中でもいるだろうけど、例えば、死んじゃった昔飼ってたペットとか、あるいは今飼ってるペットとかね、あるいはお父さんお母さん、あるいはまあ自分のとても昔から親友である誰々さんとかね、まあいろいろあるよね、あれ兄弟であるとか。で皆さんの中にもちろんその人たちが、彼らも早く教えに巡り合い修行して本当の幸福を得てほしいなという気持ちがあるでしょ。でそれがあるんだったら、まあ、あるいは死んだものを感じたらね、例えばうちの犬が1年前に死んでしまったと、どの世界行ってんのかなと、まあ仮に低い世界落ちてたとしても私の修行によって高い世界に上り、あるいは人間として生まれ修行者になってほしいなと、真実の幸福をつかんでほしいなってあるでしょ。でそれをいつも言うように具体的に、あるいはその実際に熱意を込めて、よし、だからこれは具体的に考えればね、よし私はうちの親死んだペット、ね、あれ親友の何々ちゃん、彼らの幸せを考えるともうちょっと心配でしょうがない、でもなんか修行しそうにないよくカルマとか言うんだけど何言ってんだって言われる人ね、あるいはヨーガとか言っても腰痛いとか言われる人全然菩薩業どころじゃないですよよし、でも彼は将来もちろん目覚めれば素晴らしいけども、そうならないかもしれないから、じゃあ私がやろうと、彼らの分までやろうと。でこれをいつもようにリアルに考えるんですよ。リアルっていうことはつまりよし彼らの分までとか言ってさ、一割増し信用したってダメですよリアルに考えるんです。つまり、もし一人誰か一人のためにって考えるんだったら、自分とプラスその人だから今までの2倍信用するってことです。でそれが例えばお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃん親友の何ちゃん何くん死んだペット、これ7つですよね。7つの魂のために信用したいとしたら、
今の8倍信用するんです、うん、で本当にこれを考えてください。よし決意してください。これは菩薩なんです。よし俺は決めたと。あの8人あ7人かあの7人もうどうしようもないと分かったと俺がやると任せろと、うん、そういう決意で、ね、任せろと。でこれは心で構わないんだけど、心で今の8倍努力するってことです。例えばこの間まで、先生、なかなかこの怒りが消えないんです。嫉妬心が消えないんです。何々の執着が消えないんです。修行したいんですけども、なかなか力が入らないんです。これはね、はっきり言って甘えてるんです。いや、本当に。うん、つまり熱意が足りないんだね。だから熱意を8倍するだけでも、熱意を8倍しただけでも、いや、8倍も本当はいらない。2倍しただけでも皆さんの今の内容ほとんど消えるからそれだけ熱意って大事だから。8倍したらもう見違い執着だよ、うん、よし8倍頑張るぞと。非常にリアリティがあるよね。1億倍とか言うとちょっとリアリティがないけど8人、まあ8人じゃなくてもいいよ。お父さんお母さんでもお父さんお母さんのためにってことは自分も入れて3倍ですよね。今の3倍頑張るぞと。今のままでは自分一人でさえ救えないと。お父さんお母さんも救うんだったら3倍頑張らなきゃいけない。よし今の3倍だと。今までは自分の煩悩との戦いをここで諦めてたけども、少なくとも3倍は頑張ろうと。今までの3倍は熱意を込めて自分の苦悩と戦おうと、ね、あるいは今もちろん時間的にはちょっと難しいよね。例えば今まで1日6時間修行してたのにさ3倍って言ったら18時間になっちゃうから、まあなんていうか仕事とかいろいろある場合ね、ちょっと物理的に無理だから。だから時間的っていうよりは熱意の意味でね、熱意の意味で、3倍なら3倍、8倍なら8倍やろうと。でこれをもう一回言うけども本気で考える。つまり本気で遊びではなくて本気でこの人を救いたいから、だったら私が背負いましょうと、やりましょうと、この気持ちね。でこっからもちろん広げていって最終的には全ての修行、全ての修行っていうのは大変ですよね。もうどれくらいいるか分かんないから、人間だけじゃないから。人間で考えるのは大変ですよね。例えばに日本だけでも大変ですよ。日本で例えば1億数千万円です。1億数千万円だから。でもそれはまだちょっとなんていうかこうイメージできないっていう、うん。だからイメージできる、少ない身近な人から始めて、そういうリアルな気持ちを持つ。まずは身近な人を救うためにその2倍3倍と頑張ろうと。その分私、つまりその今言った発想でね、私が積んだ修行がみんなに行くって願うわけだから。でもそれ修行してなかったら何もならないよね。私の修行や徳の家宝を全部みんなに行くことを契約しました、発願しますって言って全然修行してないと、ね、全然行かないと回ってそれ口先だけになっちゃうよね、うん、そうじゃない。で本気でだから、あの人の分もあの人の分もだから、これがね、時代の、いわゆるなんていうか、一つの側面である。なんていうか、ちょっと誤解しないでほしいんですけども、言葉って難しいからね。本当の意味での同情です。同情。悪い意味で同情じゃなくてね。これ、同情って言葉は悪いかもしれない。仏教ではね、よくね、同時って言葉を使うからね。同時。同じに時ってか、時系の時って、ね。ただ、これもね、結構誤解されてます。同時っていうのは、同情と同じ意味で解釈してる仏教の先生とか多いんですけども、そうじゃないんです。そうじゃなくて、本当の、まあ確かに本当の意味では同情なんです。つまり、例えば私がユースケ君が修行してないですよね。私はユースケ君が修行させようとしたら、なりきるんです。つまり、修行、カルマ、仮にユースケ君がカルマ悪いとしてね、カルマ悪くて重くて、全然修行できないユースケ君。で、本当はユースケ君に修行させれば最高なんだけど、できない場合、なりきるんです。つまり、今のちょっと、まあ私も仮にね、私もまだ、悪いカルマあると。けどまあこれくらいの重さ、ユースケ君ドーンと重いと。でこれをなりきるんです。ユースケプラス私だから、うわぁまあこのやらなくていいんだけど気持ちとしてね、うわ俺のカルマかなり重くなっちゃった。だってユースケ君の分も引き受けるって約束したから2倍以上だぞ、2倍以上重くなっちゃった。でここでこれでさ修行できない、これダメだよ、これはもう最悪ですこれはちょっと悪い妄想っていうか、じゃなくて、よしと、これを、引き上げようとしたら、今までの、さっきも言ったようにね、何倍ものその圧力が必要だと。心理の圧力を、もう今までのその何倍も本当にかけないと、私が引き受けたユースケ君のカルマも、全く消化できないと。
いう気持ちなんです。この本当にリアルな気持ちを持って生きるんだね。で、皆さん分かると思うけど、これやってる人はもうなんていうかな、自分のエゴがなんていうのは出ません。そんな暇ないっていうか、そういうのがこう入る隙間がなくなるんだ。皆さんも経験あるでしょ。まあ、経験あるかどうか分かんないけども、本当に人の幸福を考えて、本当の意味ですよ、本当に心から考えて奔走してる時とかっていうのは、結構自分の苦しみがなくなってるんです。どうでもよくなってるって。それは一時的かもしれないけど、それをもうちょっとリアルに強力にやるんだ。これがまとめるよ、愛であり不正であり、そして特に今日のテーマであるエコーなんだ。それをやってるうちは、やってるうちはっていうか、本当に皆さんがやり始めたら、そうですね、苦悩は極端に減ります。もう一回基本的なものを言いますよ。行動原理を他者に置くと。私はみんなのために生きてるんだと。みんなが幸福かどうか、それだけが私の心配事だと。そういう気持ちで生きるように努力をし始めたら、それの達成に応じて苦悩は減るはずです。あるいは不満は減るはずです。あるいは、さまざまなそのエゴイスティックな煩悩は減るはずなんです。それはバロメーターと考えています。逆にそういうのが出てるときは、ああ、エゴ出てる。あるいは、エコーができていないと。不正や愛ができてないと考えたりね。はい。はい、本部に入れませんでした、今日前提の話ではありましたが、まあ、久しぶりだったんでね。はい。じゃあ、質問があったら質問を聞いておりましょう。はい、何か質問あるんですか？今日の話、関係があってもなくても。特大かな。はい、じゃあ大阪何かありますか？大丈夫です。はい、札幌は何かあるんですか？じゃあ最後に一曲また歌って終わりましょうか。じゃあもう一回ホーリーバードいきましょうか。アップテンポバードがありがとうございました。今度はさっき一回歌ったんで、歌える人が増えると思うので、大きな声で歌ってます。はい、みんなホーリーマン。
これ合宿でやるみたいな。やっぱり。はい。では、あーうーの3回からお願いします。はい。あー。